ウォーパスとは、アメリカの競争馬である。2007年のブリーダーズカップジュベナイルを4連勝で、生死、2007年度のエクリプス賞2歳母場、馬部門に選出された。競争出走時には、白いシャドーロールをつけていた。2歳になった2007年の7月末デビュー。デビュー戦を白星で飾ると、1ヶ月後の2戦目も、難なく勝利。その後、G1 シャンペーンステークスに向かう。 レースでは、コースタートを決め、果敢に花を奪うと、そのまま押し切って早くも G1 タイトルを手に入れる。続いて、アメリカ最強2歳馬決定戦である BC、ジュベナイルへ向かう。このレースでも花を奪うと、後続を最後の直線で大きく引き離して圧勝。G1 競争2勝目を挙げた。11月には早くも、 競争場引退後にキングマンボや AP インディ等をつなぎようするレンズエンドファームにつなぎようされることが発表された。年が明けて2008年、前年の G1 競争を2章が評価されて、エクリプス詳細優秀2歳ボバ、馬部門に選出された。その後2月にアローワンス競争で復帰し、7場審査で圧勝し、復帰戦を飾った。次層は G3 のタンパベーダー、B タンパベイダウンズ競馬場には同競争の来場者数レコードとなる12,746人が駆けつけ圧倒的一番人気に支持されたがレースでは出遅れると第4コーナーで手応えが悪くなりそのまま失速し7着と大敗した続くウッドメモリアルステークスではテールオブエカティの2着であったさらにレース後左前肢の手指骨骨折により ケンタッキーダービー出走が絶望的となり休養に入った。しかしすでにレーンズエンドファームが競争場引退後の種付け権を取得していることもあり9月5日に復帰を断念して競争場を引退することが発表された。予定通りレーンズエンドファームでつなぎ漁され2009年より共養が開始された。2010年12月にシャトル先のオーストラリアから帰国後、 放牧地で死亡しているのが確認された。ありがとうございます。